トラブルっちゃトラブルやで、あれ。いつなんですか？もう1000回ぐらい行ってるかもしれんけど、今まで初ですよ、あんな。クラゲの中から宝物っすよ。よかったら1匹6000円ぐらいですよね。はい。はい。出したけど、もうあげな。はい。でかいですね。クラゲの中から宝物ですよ。2キロ。よかったら1匹6000円ぐらいですよね。こいつもめっちゃでかい。クラゲだけかと思ったけどね。クラゲやばかったやろ。はい、ほんまやばい。びっくりしました。うん、いや俺もびっくりしたよ。今までで初やな。初なんですか？何百回、もう1000回ぐらい行ってるかもしれんけど、今まで初ですよ、あんな。まだ持ったね。まあ今旬やないけど、いやほんま初。ちょっとトラブルっちゃトラブルやで、あれ。食べてみたいですね。興味はあります。干すか。はい。はい。これ洗濯バサミ挟めるかな。10個ぐらいここにパチ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 ってしながらやってみるか。はい、帰ってきました。3匹持って帰ったんですけど、手しびれんかな。で、一応刺すみたいです。刺すみたい。食中でこれが、うおー、水クラゲですね。で、皆さん海水浴場等で見られてると思いますね。これですね、クラゲは基本的にプランクトンですね。動物プランクトンを食べます。ケンちゃん、エビみたいなね、形しとるわ。取れるか。さすがに無理やろ。無理やったけれども、僕ら二人の目には2ミリぐらいのエビが確実にいます。色のついたエビやね。ケンちゃんピリピリしてきたわ、マジで。手のひらは強いやん、はい、強いから痛くないけど、このね、甲の方がな、ちょっとピリピリするから、ちょっと流します。はい、流します。
で、視聴者さんどうやってね食うねんっていう話なんですけど、ちょっとねいろいろググった結果ですね、データがないクラゲを食してるということで、その数少ないデータとあとはそこに自己流を加えさせていただいて、なんとかですね食べるまでにしたいと思います。で、調べたところ、いわゆる中華クラゲを作るっちゅうことやと思うよね、ケンちゃん。はい。どうする？まずこの水を抜かないとダメなんじゃないですか。そうやな。 95% が水って書いてます。あ、クラゲの 95% 水なんや。はい。で、我々同様にですね、視聴者さんもこれがどういう形で食材になるのか、あと美味しいのかまずいのか、気になってると思いますから、まあ、必ずケンちゃんと最後まで、食べる形にまでにはしたいと思うんで、ぜひ最後までご覧くださいということですね。裏返すか、どうやって裏返すねこれ。こうか、ケンちゃん、こういうことやな。そういうことです。そういうことやな。餃子やな。世界初やろな、はい、でえ、どういうことや。こういうことでんか。この向きやんな。そうです。よし、要はケンちゃんこれ水分抜けっていうことやったよね。はい。僕らなりにですね考えた塩を抜く方法2つです。1つは塩をまぶして、まあ、その塩分を抜く、よく魚の調理法でねそうやってやるときはあると思うんですよ。で、もう1つがですね、このまま干してやろうかなと思いまして、まずそちらから、干す方から試してみたいと思います。今日ドラッグストアでね、これを買ってきたんですよ。衣類に優しいピンチ。まあ、ピンチっていうのは、多分洗濯バサミのことやんな。で、衣類に優しいってどういうことやって言ったら、ね、ケンちゃんこれ、広がっとるやろ、ここ。ああ、広いですね。普通もっとこう、シュッとなっとるやろ。はい。だからこれは、衣類に優しいというか、クラゲにも優しいと思うんですよ、ケンちゃん。はい、せっかくやったら、綺麗に吊るしてあげたいやん。はい。本当にはいと思っとる？あ、もちろん。この人、両方に何しようやろと思ってない？それもちょっとあるやろ。帽子に装着して、はい、ください。はい。お、ケンちゃん、冷たいぜ。えぐってるよね。これクラゲに穴を開けてるだけな感じが。あ、手がピリピリしてきました。がーれ、俺も押しとる。ケンちゃん、はい、茶番やったな。茶番です。まあ、もうクラゲに使えるピンチはないっていうことやね、このように。はい、バネが強いからな。そうですね。はい、ということで、まあこういうことをですね、皆さんも明日からのぜひ生活にお役立てください。さあ、もうティファールは諦めて、ちょっとこれ火にかけとこう。何のために。いや、これは実験や。実験。せっかく取ってきたからな。焦げたら考える。オリーブオイルをパラーっとしておいてね。で、巻きます。で、もうなんか水分取るのが慣れた気がする。もうお手の物や。お手の物です。製品化してもいいな。クラゲ売れたらもう一生生活には困らないレベルです。塩で水分を抜くというなめくじ方式でいきましょう。ザッサーン。どれぐらいかけるんやろな、ケンちゃん。もう大量の方がいいんじゃないですか。そうなんや。まあまあ抜けるやろな、水分。はい、この裏側はかけなくて大丈夫です。フライパンに接している部分が塩かかってないんじゃないですか。1日経ちました。洗います。さあ、視聴者さん、ちぎれちぎれではあるんですけれども、このようにちゃんと残ってるとこは残ってます。さあ、晒してる間に次の工程やっとくんですけれども、ケンと共に調べた結果ですね、どうやらまあ中華クラゲと同じような食い方をするのか。50センチぐらいの大きいクラゲを中華クラゲに使うんよね、普通は。だけどまあ水クラゲで今回代用するということなんで、まずはキュウリですね。キュウリを切ります。そしたらキュウリも、ケンちゃんどういう切り方やろ。斜めに薄く切っていって、うんうん、薄く切ったやつを縦に細く切っていく感じです。なるほど、斜めに切らんと長さがないってことか。そうです。なるほど。ざっと重ねて、で縦に切るところ。はい。これは細切りね。で、これらを何で和えるんだっけ。醤油と、醤油と酢と砂糖とごま油とかですね。ああ、なるほどね。クラゲも細切りってこと。そうですね。醤油は大さじ1です。砂糖が小さじ1。はい。お酢が大さじ2です。大体。まあまあ入れるんやな。はい。ほんで次はごま油。ほうほう。なんぼ？小さじ1です。ちょっとやな。あとは？で、塩少々。ここでも塩を使うんやね。はい。ごまありますか？少々。少々。鷹の爪ってある。鷹の爪。割と何でもあるやろ。少々です。はい。で、終わり？終わりです。はいはい。これからまあクラゲを食うわけですけど、まあ視聴者さんはね楽しみやけど、
不安やな、食う方は。不安ですね。どっちが食う先。それはまさとさんの。さ、晒した後はこんな感じ。さ、結婚式じゃないですけど、ケーキ入刀ですよ。視聴者さん、なんて言うんでしょう、野菜みたいにですね、細胞とか繊維がないじゃないですか。だから、こんな感じに、なんて言うんでしょう、形にならないと言いますか。まあ、ケンちゃんわかるよね、これみたいな。ああ、なんかわかります。うん、ケンちゃん、これもう、緊急事態というか、もう、水がどんどん出てくるね、はい、切ったら。はい。うまいな。入れたくないな。いきますよ、そしたら、でかい方。こんな感じ。じゃあ、きゅうりなしで、もう。ただ、この、あの、お汁にはつけさせてください。酢で、ちょっといきます。それでは。怖っ。ピリッとしたの気のせいかな。うん？何ですか、それ。その顔は何ですか。ちょっと、じゃあもう、わからんから、これでいくわ、このまま。いや、ほんまは分からん。うん、結構味濃いから、酢の味が。聞こえる？コリコリ。あー、聞こえます。まず一つ目に言えるのは、塩は抜けてない。めっちゃ辛いですよね。めっちゃ辛い。味はいける気がする。美味しくはないよ。で、まずくもないってこと。味がない。じゃあ、ほぼ塩味。塩味。食べてみ。はい。細いの選んだな。じゃあ、僕もこのままで。あ、そのままいって。はい。ただ、塩辛いだけやと思う。はい。味はしなかったけど、する？臭さとかある？ぬるぬるします。あ、まあ、ぬるぬるは、食感はもちろんよろしくない。どうすか？まずいです。